前田さんの家って。およそ300メートル先、左方向です。この地域で活動する人物への制裁を22日にも課す見通しです。またバイデン大統領は21日ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、ロシアに逆から見てるよね。注意報が出ています。ご注意ください。天気情報でした。